踏みにこう押し当てながら力をこう逃げないように。1本ずつ巻いていきます。で必ずもテープの長さが2メートル弱しかないので、何周かすると終わってしまうので、またそこにつないで巻いていきます。もう終わりじゃないので、ここからまたもう一回いくらでも戻せるし直せるので、心配しないで、リクエストをこうしたいんだけどって教えてください。そうするとまたお茶碗でこう押していくと平らな状態に戻るので、いくらでも何回でも直せます、取れます。大丈夫で、例えばちょっとずらしすぎるとバンって弾けてもう一回ビヨーンってはなります。でもまたビヨーンってなっても材料のテープに戻せるので、もう一回スタートで使えますから、ダメにしちゃったっていう心配はしないです。である程度深さが出るとこうやって手でも動かせるように、こうそうすると例えばこう陶芸のようなこう柔らかいラインとかも自由に作れるので、従来の木工品とはちょっともうちょっと違う面白さがルナコの特徴です。で一回やったらこの板をちょっと動かしてあげて、今度違う場所を、端っこが硬い、これを当たってると思ってやればまた違う場所をずれるので、そうこうね、ここ浮かせて、こう浮かせて、こうやってギュッてやると、そうこうずらして、ここが当たっちゃってるから、失敗するとこうなるんで。大丈夫だよ。気にしなくていい。